どうもすみません天皇賞、秋出走場1頭ずつについて、1回喋って動画をアップロードしたんですけれども、金曜日の時点とちょっと天気予報が変わってきて、どうやら雨が降りそうな予報になりましたので、まあちょっと、あのーまあ、基本的にはあんまり変わらないんですけれども、少し付け加えて、ややおもですね、まあほ、ほんの渋ったような状態、ややおもでも、主不良ばばぐらい。 馬場が悪い時あるんですがいかにもちょっと渋ったぐらいのややもうの場合とそれと不良ばばですねぐじぐじの不良ばばまでいった場合その場合とで一応分けてあとは他のカテゴリーも付け加えてやっていこうと思います。それでは今回に関しては上の方からカテゴリーずつ喋っていこうと思います。まあ、ただ大掛けとこなすここは一緒に喋っていこうかなと思うんですが。 大大掛掛けに関しては、はこれはぐじゅぐじゅの不良馬場ででがあり得るううような意味ですね。逆にこなすっていうのは、まあ、どういう馬場にもある程度はこなすっていうようなタイプで、まあ、こ,こ,こなすの数値が大きくなっていても大掛けの数値が小さくなってる馬がいるようにやっぱりそのぐじゅぐじゅの馬場になってびっくりするような鬼のような走りをする可能性があるいう っていうような馬を大掛けの方では高く数値にしてますね。まあ、ただ、まあ、一番上のところに書いてあるように、走ってみないとわからないけどっていう風に書いてあるように、やっぱり馬場っていうのは走ってみないとわからないんですよね。あとはそうです、ね、気象的に脆いかどうかとか、気分が乗った日かどうかとか、あとは一撮り進路撮りで、天下によっては不利な一撮り進路撮りっていうものがあるので、まあ、それは両馬場と両馬場でも違いがあるように、 不良ババの中でも不良ババと不良ババの中でのあの二つレースがあったら二種類レースができちゃうことがあるようにまあそういったような部分はあるということですねそれではまずは一番注目している馬なんでコントレイルから喋っていきますねコントレイルについては、まあ、前走ババが悪くなった大阪杯で力を出せなかったので普通に考えたら 不良ババとかになるとどうかっていうふうに良くないっていうふうに考えてる人が多いと思いますし矢作調教師も大阪杯の敗因はババだったっていうふうに言ってるんですが僕は単純にはそうは考えてなくてあのまず阪神競馬場って基本的にはコーナーからペースが流れやすいコースですしさらに逃げたレイパパレがマイペースで後続を苦しめるような競馬をしたんですよね。 レイパパレに乗ってた川田騎手っていうのは逃げのペースメイクで後半ラスト1000メートル800メートルぐらいから後続を苦しめるっていうようなそういったような逃げをするタイプでですからババプラスそういうようなレイパパレ川田騎手のペースメイクに飲まれたっていう部分があるんですよね で、東京コースに変わると、またその思い切った逃げとかする馬が出てくる可能性はあるんですが、ただ東京コースに関しては基本的にはコーナーからはそこまで厳しくならないことが多くて、特にぐじぐじの不良馬場まで行くと、ある程度4コーナーの手前から4コーナー前後、直線の入り口、その辺から競馬が始まるっていうようなイメージでいいところがあって、まあ、馬場を嫌がって進んでいかない馬とかだったら、 心配する必要があるんですが、多分コントレールはそこまで嫌がらないとは思いますし、直線勝負ということに関しては、特にそこまで響かないんじゃないかなっていうふうに思ってますね。で、この馬のいいところっていうのは馬群の中でも問題ないですし、行きたいところにスッといける器用さもあるっていうところで、まあ、レースセンスが抜群ですし、あとは馬体論になって、パドック論になってくるんですけれども、 このコントレールっていうのはですね、後ろ足をスッと上げれるんですよね。まあ、追い切りの動きなんかでも、後ろ足をスッと上げれる。あの、蹴っ張るとか、そういった部分に注目しがちなんですが、あの、フットワークの中で後ろ足を上げるときって結構重要なんですよね。で、そのスッと上げるセンスの良さっていうのは、例えばピッチ走法に近いような走りをしなきゃいけなくなったときにも役に立つときがあって、 そうなってくると、例えば、あの、直線で、馬群がばらけたり、もしくは馬群が凝縮したりしてても、行きたいところに行くために進路変更して、そこからスッと抜け出すとか、そういう時に小足を使いやすいっていうところがあるので、まあ多分、コントロールは、あまりにもなんかポジションが、はまらなかったというか、あのき、きついとこ入っちゃったなっていうような感じになったりとかしない限りは、まあ、福永騎手でもありますし、落ち着いて、 いい進路を取っていってっていうような競馬ができる可能性が高いんじゃないかなっていうふうに思ってますので、まあ、そういった意味でも、あのー、そうですねお、大掛けということに関してはぐじゅぐじゅのババ。まあ、特に僕は逆に他の馬たちが苦しむんならこの馬走りやすくはなるかなっていうふうに思いますし、勝ち切るということに関してはちょっとマイナス面が出る可能性はあるとは思うんですが、三着以内に来るということに関しては、 ぐじぐじの馬場になった方が可能性構想する可能性は高まるんじゃないかなっていうふうに思っていてで逆にこなすですねあの中途半端に馬場が渋ってややもとかでそれでまあ他,他の馬たちがいいペースで引っ張っていったりなんかするとやっぱり中途半端なババってトリッキーな展開というか紛れが生じやすいんですよね、まあ、以前で言うとジャパンカップのエピファネイアが大楽勝した時なんかは他の馬たち全然力出せなくて 時計が速いような競馬になって、そう,そういうような、中途半端に馬場が悪い中で時計が速いような競馬になって、それを得意としているエピファネイヤが大楽勝っていうような内容になったんですよね。そういったようなことはあり得ますので、まあ、やっぱりそういうような馬場よりかは、あのー、不良馬場ぐらいまで悪くなってくれた方が逆に自力勝負になりやすい傾向にあるのが競馬なので、コントロールはある程度は力は出せるんじゃないかなっていうふうに思ってるところはありますね。 なんか結局はですね、コントレール1頭についてだいぶ喋っちゃいましたので、まああの、やっぱり右から1頭ずつっていうような形で行こうと思いますし、まあ、コントレールもうちょっと他のところを喋りますと、位置有利っていうのはこれに関しては、あのー、まあ、ちょっとや,やもとか中途半端なババになると、ポジション悪くなると苦しくなるかなっていうふうに思うんですけれども、 ぐじぐじのババ、不良ババまで行くと、そうなってくると進路を選びやすいということに関しては、このまあセンスがいいところがあるので、特にマイナス面は出ないかなっていうふうには期待したいところがありますね。で、勝負根性に関しては、ある程度は並んでも勝負根性を出しますし、いいんですけれども、まあ、ただ、あのー、そうですねか、過去の名馬と比べて、 特別、めちゃくちゃ並んだら絶対負けないっていうぐらい強いかというと、まあ、そこまででも,もないので、まあ、ある程度勝負根性はあるっていうような程度で考えていいと思いますね。馬群に関しては、まあ、この馬は馬群に臆くすることがあんまりないので、まあ、なんかバランス崩したりだとか、接触あったりとか、気分が乗らない日だったとか、そういうことがない限りは基本的にはこの馬が一番馬群の中で信頼しやすいかなっていうふうに思いますね。それで、 まあ、ややも不良によっての3着以内に来る確率というところなんですけれども、まあ、そもそもとして、まあ、両馬場でもある程度高い評価してましたし、2着以内というところで7つけてた馬なので、そう考えると3着以内ということに関しては基本的には信頼性が高いかなというふうに思いますし、ややおもだとちょっとトリッキーな紛れのある展開があり得るので少し下げるんですが、 ふ、主、不良ババとか、ぐじぐじのババまで行けば行くほど信頼性は高まるかなっていうふうには見てますね。ただ、勝ち切るとなると、ババが影響する可能性はあるとは思いますね。カデナ。カデナに関しては、あんまり、ババがうまいタイプでもないんですが、ただ、あの、ちょっと渋ったようなババで構想したこともありますし、まあ、東京コースなら、 コーナーからペースが流れることがあんまりないので、そう考えると、まあ、直線勝負だけなら走る可能性はありますし、まあ、ただ、ややもとか中途半端なババになると、まあ、こういう追い込み一辺倒の馬っていうのはハマりきらないことが多いかなというふうに思いますので、両、パンパンの両ババか、それがグジグジのババの方が、なんか一発狙った競馬できる可能性はあり得るかなというふうに思いますね。で、あのー、 ぐじぐじのババになった場合だと、馬群がばらけてっていうような形で,で、あの、内外にばらけるような形ですね。そういうことになりやすいのが東京コースなので、そうなってくると、そこをついてとか、田辺騎手一発を狙うような騎手をすることがあるので、そういう怖さは出てくるとは思いますね。モズベルロ。モズベルロはですね、あのー、どちらかというとびっくりするような大掛けはしないとは思います。あのー、 主ぼ不良馬場がすごくうまいっていうような感じでもなくて、馬場が渋ったレースとかでもすごい足を使ったとかはないんですよね。他の馬たちが苦しんでくれてそこを刺してきたっていうような感じはあるので、ババが渋ることによって他の馬たちが苦しんだから構想したっていうようなレースが多くて、そうなってくると、まあ、こ,なこなすっていう方を高く評価した方がいいかなっていうふうに思いますね。 で、まあ、位置取りとかに関しては、あのー、馬群の中でも多分大丈夫だと思いますし、それと、このま左回りの方がスムーズなところがあるので、まあ、そういった意味では、行きたいところに行くという意味では左回りの方がいいと思いますし、まあ、根性は、ま、特別目立つもんではないんですが、まあ、まあ、あのー、走るのをやめるタイプでもないですし、馬群の中も問題なさそうっていうことを考えると、まあ、ちょっと、やっぱり、 ババが悪くなればなるほど面白いところはあるかなとは思うんですけれども、ただそれはモズベロ自体が不良ババ、ぐじぐじのババが鬼のようにうまいということは多分ないと思うので、他の馬たちが苦しむという意味ではありますね。ポタジェ。ポタジェはですね、こういうタイプはちょっと怖いと思いますね。やっぱり走ってみなきゃわからないっちゃわからないんですけれども、なんか今まで見てきた中で雰囲気的に、うん 馬体の形とか、フットワークとか、体の使い方とか、あとは、あのー、毛艶やとか雰囲気みたいなので、ふ、おも不良ばばで大掛けするような、まあ、たまにいるんですが、なんかそういう雰囲気がちょっとポタジェにもあるんですよね。で、あのー、どちらかというと、ちょっと、胴体の使い方が緩いところがあって、体の使い方が緩いと、 不良馬場とかだとバランス崩しそうなイメージが湧くんですけれども、この馬、後ろ足は結構しっかりしてるんですよね。後ろがしっかりしてる分、あのー、胴体が多少緩くとも大丈夫な可能性がありますし、あとは他の馬たちがですね、勝負どころですっと速い足を使えなくなると、こういうじりじりと足を使うタイプっていうのは、プラス向く可能性もありますし、馬群の中でごちゃごちゃ、なんか闘争心が、 湧いてっていうような感じになる可能性もあり得るところがあるので、まあ、特に川崎騎直線オイルジョッキーでもありますしまあもしかしたら大垣があり得るタイプかなっていうふうに思うんですがただ基本的には足を溜めた方がいいタイプであんまり大味な競馬をすると素足の確かさっていうところはあんまりないタイプというかじり足っぽくなるところはあると思うのでなるべくなら馬群の中から 競馬してそれで直線かわすっていうような叩き合いに持ち込むっていうような競馬が合うかなっていうふうに思うんですがただ八重山とか中途半端な馬場になるとばらける展開とか前残りみたいな展開もあり得ると思うのでそういうような展開の場合だとある程度ポジションを取って早めにしぶとさを生かすっていうような競馬は合うんじゃないかなっていうふうに思うところはありますねエフフォーリア エフォーリアは、皐月賞の時、多少ババが渋ってたんですよね。で、結果的に皐月賞はうち、内を通った馬たちが断然有利な展開になりましたので、エフォーリアは内を通れたからこそ、あれだけ大楽勝できたっていうところもあったんですけれども、まあ、ただ、うちの方は多少荒れてましたし、そういった中で渋ったババをある程度こなしたということは、まあ、ある程度はこなせるタイプですねしぶ。ババが渋ってもそこまで大きな問題はないタイプかなっていうふうには思うんですが、ただ、 ぐじゅぐじゅのババまでに行った時にこういうタイプがびっくりするような足を使うかというとそういうタイプではないと思うのであくまでもババはこなすっていうような程度のタイプだと思いますねで、あのー、その理由としては、まあ、やっぱ今まで見てきた馬たちと見比べてフットワークっていうところもあるんですけれども後ろ足の使い方がですねちょっと跳ねるような使い方をするところがあってまあネオユニバースとか そういうような馬も跳ねるような使い方してオモババうまかったりはしてたんですけれどもこの馬の場合はまあ両馬場の方がどちらかというといいかなっていうような感じがありますしまあちょっと不安な部分はあるっちゃあるんですがただそういった中でも前の書き込みの力強さなんかがあるのでやっぱり前後で推進力を埋めるっていうのはこの馬にとってはすごくいいところがあって。 まあそう考えると、まあババが悪くなってもある程度はこなすだろうっていうふうには思うんですが、ただぐじゅぐじゅのババとかまでになって、で、まあなんか一度り,り、進路どり、あとは乗り方が雑になっちゃったりだとか、そういうような感じになると、他の馬たちが走る可能性が出てくるので、他の馬たちに足元を救われるとかそういう可能性が出てくる、エフフォーリア自体もちょっと苦しくなる可能性もあるかなっていうふうに思いますので、 まあ基本的にはあの大きくマイナスは考えてないんですけれども、まあそうですね、びっくりするような走りも考えてはないっていうところありますね。当選ス理リア。当選ス理リアに関しては、まあ、あの、いろんな条件で走ってきてる馬ですし、 まあある程度はこなす可能性はあるとは思うんですが、まあこの馬に関してもびっくりするような走りをする可能性は低いかなっていうふうに思ってますね。で、この馬に関しては逃げたり先行する可能性が高くて、そうなってくると位置取りで有利に運べる可能性がありますよね。やっぱりマイペースで後続を苦しめるようなペースメイクができれば、後ろの馬たちが苦しんで逆に当選するやが有利になる可能性っちゃ普通にあるので、まあそういう面は期待したいところもあったっちゃあったんですが、ただ、 あの不良馬場とかになるとまあやっぱり他の馬たちもその縦長の展開ってあんまり不良馬場ではないんですよねですから4コーナーの時点で馬群がある程度固まるような状態でそれで内外に広がるとかそういうことが多いのでそうなってくると逃げ馬自体先行馬自体もある程度自力がないと 直線粘りきれないようなところがあって、そうなってくるとやっぱり自力ということで考えていくと、他の馬たちの方がちょっと有利なのかなというふうに思っちゃうところがあるので、当然数理が、馬場を有利に持っていける場合っていうの、馬場を有利に使える場合っていうのは、ややごとか中途半端に絞った場合とかぐらいかなというふうに思いますし、不良馬場とかまで行くぐらいだったらどちらかというと、 両馬場の方がままだ面白いいレースできるる可能性あると思いますねワールドプレミア。ワールドプレミアは、まあ、いかにも人叩きっていうような仕上がり状態なんですけれども、ただそういった中で、まあ、やっぱり、あの、ぐじぐじの不良馬場まで行けば、他の馬たちが苦しんでくれた場合、あとは4コーナーで馬群が固まったような状態に近くて、あの、内外に広がってっていうような形だと、そこを ついて、バグの中ついてっていうような形だと、このまま叩き合いになると勝負根性があるので、大掛けがありうる可能性は考えてますね。ただ、あの、やっぱりですね、やや重ぐらいで、まあ、それで、あの、 前、縦長の展開とか前がなかなか止まらないとかになると、こういう不器用なタイプって4コーナー前後とか、直線の入り口とかその辺でスッと反応できないので、加速に時間がかかるんで、その辺の不器用さが出やすいかなっていうふうに思いますので、両馬場とか、あとは弥ヤヤモぐらいの中途半端の馬場だと、チャンスはあんまりないんじゃないかなっていうふうには思ってますね。まあ、ただ、あの、この馬が1頭で走ること自体は弥ヤヤモでも、 不良馬場でもも特に大きなななマイナスはいいかもなと思いますねサンレーポケットサンレーポケットはですね、まあ、この馬は、まあ、どちらかというと両馬場の方がですね一発はまる可能性はあるかなっていうふうには思うんですけれどもただ、まあ、なんだかんだ言って競馬に行って頑張る馬ですし多少渋った馬場でも頑張ってきてる馬ではありますので、まあ、ちょっとその中途半端に渋って 前が残ったりだとかするような展開とかだと不器用なので加速に時間がかかるんでどうかとは思うんですけれどもまあぐじぐじの不良馬場まで行くとそうなってくると他の馬たちが苦しむ可能性もあるっちゃあるのでまあそこで馬群の中突っ込んでこの馬の勝負根性が生きてぐいっと出るようなそういったような競馬ができなくもないと思いますし あの、道中ですね、コーナーから馬群の中で器用に立ち回るっていうのは得意じゃないんですけれども、直線馬群をつくということに関しては特に大きな問題はないので、まあそういった意味での勝負根性とかこの馬の一発っていうのは期待したい部分はあるんですが、まあ、ただ、あの、まあどういう場面でもある程度はこなすんでしょうけれども、プラスに向く可能性は低いかなっていうふうに思いますね。 グランアレグリア、グランアレグリアはですね、まあ、この馬は比較的、馬場はこなす可能性は高いかなっていうふうには思うんですけれども、ただあの、コントレールの時に喋ったように、大阪杯の時き惨敗したっていうのは、やっぱりコーナーからペースが流れて、しかもレイ・パパで川田騎手が後続を苦しめてるっていうようなトリッキーな展開だったので、なし崩しに足を使わされたような感じがあったんですよね。 ですから、あのー、東京コースに関しては、基本的にはグジュリの不良馬場まで行くと直線勝負っていうような形になることが多いので、グランアレグリアにとってはその形だったら大きな問題はないのかもしれないんですけれども、ただ、グランアレグリアはですね、2000メートル問題ないっていうふうに言ってたのは、それは両馬場で、 両馬場の2000メートル東京って、マイラーが活躍するような展開になることが結構あるんですよね。ですからそういうイメージだったんですけれども、不良馬場、ぐじぐじの不良馬場まで行くとちょっと中距離の競馬の質になる可能性があって、そうなってくると、緩急がつきすぎて、あとはスタミナ勝負になりすぎて、グランアレグリアの気持ちが切れたりする可能性もあるかなっていうふうに思うんですよね。 ですから、あの、スタミナ、心配機能自体は問題ないのかもしれないんですが、その苦しくなった時の気持ちの切れ方っていうのは、貧馬は怖いところがあるので、ちょっと気持ちが切れちゃうところがあるのが貧馬なので、まあ大阪杯の時だって気持ちは切れちゃってましたよね。まあそういうこともあり得るので、まあやっぱりそうですね、気分よく走らせて直線勝負、直線まで足に残して、 いいところでルメールクシが足を使う、そういうようなイメージになればいいんですよね。まあただ、ルメールクシはなんだかんでいても本当に大体うまく乗るので、G1 では特に東京コース、芝コースだと特にうまく乗るので、まあやっぱり、あのー、F4 やコントレイルと比べると、 奔走する可能性が出てくるタイプではあるんですけれども、ただやっぱルメール騎種を含めて考えると、もうちょっと評価上げててもいいのかなとか思う、ちょ,ちょっと迷うところではありますね。カイザーミノル。カイザーミノルはですね、まあ、こなす可能性は少しはあるんですけれども、まあ、ババが渋ってプラスに向く可能性はほとんどないかなっていうふうに思いますね。ただ、 ややもぐらいの中途半端なババだと縦長になったりとかして後ろが苦しむ可能性があるのでまあそこで自分の力を出したら掲示板とかある可能性はあるとは思うんですけれどもただぐじゅぐじゅの不良ババとかになっていいタイプかというとどうかですしあとは距離が基本2000メートルギリギリなところはあるとは思うので 不良ババになってスタミナとか、スタミナが必要になったり、緩急が必要になったりっていうような感じになると、マイナスに向く可能性はあるかなとは思うんですが、まあ、でも、なくはない範疇だと思いますね。横浜のりひろ機種ですし、無意闘ブリガード。無意闘ブリガードは、まあ、とにかく衰えて、スピードとかバネが、瞬発力が落ちてるんですが、ただ、ぐじぐじの不良ババまで行けば、他の馬たちがもう、 全然力出せない可能性があるので、そうなってくると、あのー、この馬に関してはパンチが足りないっていうところを、その、ぐじゅうじゅうの馬ンになって4コーナー直線の入り口で、馬群が内外にばらけたところで馬群ついたら、そこのワープみたいな進路を取れる可能性もなくはないので、その形だったら、百戦錬馬の馬ですし、少しいいところが出る可能性はあるかなっていうふうに思いますね。ラストドラフト。ラストドラフトに関しては、 まあ構想するときは構想するんだけれども、まあ、ちょっとその構想条件が揃わないと全く走らない時があるっていうようなニュアンスで喋ったとは思うんですけれどもあのこの馬ですねちょっとスピードとか瞬発力でちょっとずつ劣るっていうところとあとは左回り東京コースだとパンチが足りないような傾向にあるので、まあ、そう考えるとこの相手ではどうかなっていうようなところで。 両馬場だと評価を下げてたところがあったんです。けれども、このま不良馬場で a j c c の時ですね。あわやっていうような競馬してるんですよね。で、その内容も良くて馬群の中から。外に馬がいる。あの基本的に加速してる時に外に馬がいたり、なんかすると馬っていうのはストレスかかってくるので、線に喪失したり、伸びあくねることが。 ラストドラフト最後の直線の合わせ馬っていうところで外に馬がいてその馬を差し返すような競馬してるんですよね。バグの中こじ開けて伸びてくるような競馬しててそうなってくると、あのーまあ、中途半端に馬場が渋ったりとかすると起用差必要となるんでどうかとは思うんですけれどもぐじぐじの不良馬場とかまで行くともしかしたら4コーナー前後また内外。 にばらけてるような展開っていうことになるんですが、そ、そこで馬群の中突っ込んで、そこでぐいぐい伸びてっていう可能性もなくはないんですよね。ですから、あの、コーナーから足が溜まらないような、そういったような力が足りないなっていうような競馬になったらどうかとは思うんですが、直線向くまで手応えよく回ってきて馬群の中突っ込むっていうような形だと、まあ他の馬たちがババ苦しんでくれたらこういうまあ怖いなっていうふうに思うところがありますし、出来自体が上がってきてるところではあるので、 まあそういった意味では、なんか一発はあり得るタイプかなっていうふうに思いますね。まあ基本的には能力では劣るんですけれども、ペルシアンナイト。ペルシアンナイトはまあ年齢的な衰えがありますし、まあやっぱり、そうですね、フットワークなんか見てても綺麗なババ両馬場の方がいいかなっていうようなタイプではあると思いますね。まあただ、あのー、百戦錬磨の馬でなんだかんだ言って、いろんな競馬走ってきてますので、きつい競馬でも頑張ってきた馬なので、 他の馬たちがこなせないっていうような、自滅してくれるような感じだと、この馬もバグの中突っ込んでっていうような可能性はなくはないかなっていうふうに思いますね。カレンブーケドール。カレンブーケドールは多分、アメパパはあんま得意じゃないだろうなっていうふうに思うようなフットワークしてるんですけれども、ただ、 やっぱり結局自力のある馬ってなんだかんだ言ってどういう馬場でもある程度走る可能性があるのでカレンブーケドールもあんまり気にする必要はないのかもなっていうふうに思うところがありますでもぐじゅぐじゅの不良馬場とかまで行くと、まあ、他の馬たちが苦しんでくれればカレンブーケドールがスイスイ自分の力は出して粘り込むっていう可能性はあるっちゃあるんですけれどもぐじゅぐじゅの馬場でまともに競馬すると多分 あんまりうまくはないだろうなっていうような感じはあるので、この馬が鬼のように思う不良馬ばがうまいっていう可能性は低いかなっていうふうに思ってますので、まあどうなのかなっていうのと、あとは、そうですね、まあそう,そういった中でも、ややもぐらいですね、中途半端に馬ばが渋ると縦長の展開になる可能性もありますし、 そうなってくると先行してカレンブーケドールが早めっていうような競馬で後続の馬たちがなんか中途半端な馬場でトリッキーな馬場で苦しんでっていうような可能性もあるのでまどちらかというとぐじぐじの不良馬場よりかはややもぐらいで中途半端に絞って他の馬たちが苦しむっていうような展開の方が構想する可能性は高いかなっていうふうに見てますねそれかやっぱり両馬場だったらもっといいですし まあ、両馬場だとスピード競馬になりすぎて、ちょっとずぶさ出して反応できない可能性もあるっちゃあるんですけれども、まあや、やっぱりどちらかというとぐじぐじの馬場よりかは、ややもとか両馬場の方がいいかなっていうイメージがありますね。ヒシーグアス。ヒシーグアスはですね、あの、両馬場想定の時には評価下げてたんですが、それっていうのは外枠で足が溜まるかどうかとか、東京コースだと、 まあちょっと足が溜めにくいというかどちらかというと右回りでコーナーからペースが流れる方が足を溜めやすいタイプなんでっていうところはあったんですがただ、まあ、ぐじぐじの不良馬場まで行くと、まあ、何,何度も言ってるんですが4コーナー前後で内外に馬群がばらけたりだとか追い込み馬がですね馬群をつくような競馬ができる場合があるんですよねその場合だとワープみたいな感じですっと前と差を詰める。 詰めれる可能性があったりなんかしてでこのヒーグアウスっていう馬は気象的に激しいところがあるんですけれども馬群の中で接触したりとか叩き合いとかになったらもしかしたら逆に闘争心に火がついてっていう可能性もありうるタイプでもありますしホリキュ窮車は結構その気象的に自滅するような脆い馬もいるんですが。 ただ、大掛けもあり得るような馬も作ることが多くて、勝負根性、叩き合いっていうところで、いいところが出る可能性もあるんですよね。で、あとは、その、堀休者も基本、馬なり調教っていうところで、余計な動きをさせないような調教はしてますので、そうなってくると、裁き、裁きっていうところで、足裁きっていうところで、ある程度、その、いい形で、馬群を立ち回って、馬群の中から、 突き抜けるみたいなそういうような競馬もできる可能性はあるっちゃあるので、まあ、この馬に関しては、まあ、本当になんか未知の魅力というかもしかしたらっていうようなところはあるんですがただ逆に言うと気象的に当てにならないところが出る可能性自滅もありうるタイプかなっていうふうに思いますね。You can smile You can smile に関しては紙が届かなかったんですけれどもこれに関してはあの今紙を仕入れることができないところにいるのと まあ、それと、まあ、ユーキャンスマイル自体、そこまでピックアップする感じではないのでっていうところはあるんですが、まあ、ただ、ユーキャンスマイルに関しても、まあ、衰えはあっても、まあ、他のマたちが自滅しまくれば、不良馬場まで行けばですね、九十二の馬場まで行けば、馬群ついてっていうような競馬がハマる可能性はなくはないので、まあ、藤岡祐介騎手みたいな良い状況が乗ってますし、まあ、その、馬券になるかはともかく、 も,もしかしたら少しはいいところ出る可能性はあるとは思うんですが、ただ、校長時でもですね、主不良馬場で苦しんでマイナスが働いたぐらいの馬ではあるので、まあやっぱりそうですね、他の馬たちよりもプラスに向く可能性は低いかなっていうふうには見てますね。まあ、なんだかんだ言って細かく話すことができて、だいぶ長くなってしまったんですけれども、以上です。失礼します。